皆さんどうも、ゲーム研究会のエミです。今回はアーマードコア6のアリーナ戦を一歩も動かずに全てクリアできる機体と、アリーナ最後の報酬でもらえるめちゃくちゃ強いパーツの紹介をしていきます。では早速機体の紹介をしていきましょう。まず両手にはこちらのガトリングを装備してます。両肩にはプラズマミサイルをつけてます。防具のパーツは体力を優先で装備をしていき、足だけはこのタンクパーツをつけましょう。エクスパンションはアサルトアーマーがおすすめです。この機体なら全アリーナ戦を一歩も動かずにクリアできるし、ストーリーでも大活躍できます。ということでアリーナの最終戦であるロックスミスを倒して最強パーツをもらいたいと思います。最後の対象は AC ロックスミス、識別名ベスパー1フロイト。検証を開始します。メインシステム戦闘モード起動。戦い方はめちゃくちゃ簡単で、照準を合わせて撃つだけです。これだけなので誰でも簡単にアリーナを攻略していけますが、完全にヌルゲー化するので無双したい方だけお使いください。そして使わなくても勝てるんですが、ガトリングをリロードするときや敵が接近してきたらアサルトアーマーを使うとさらに効果的です。ということで一歩も動かずに倒すことができました。そしてこちらが報酬のパーツになります。最後にこのパーツの性能を紹介していきたいと思います。はい、トレーニングルームにやってきました。早速使ってみましょう。このようにドローンが敵を追尾してビームを撃ってくれます。ガンダム知ってる方なら既視感があるかもしれませんが、完全にファンネルです。威力がかなり高く、使い勝手のいいパーツとなっております。ぜひ皆さんもアリーナをクリアして使ってみてください。ということで今回の動画はここまで。少しでも参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それじゃあバイバイ。